こんにちは。三兄弟太郎です。次郎です。次郎ジュニアです。今日はこの七輪で何かを焼いていこうと思います。今日は材料がちょっと細かいのでフライパンを使いたいと思います。今日の食材はなんと一緒の手してるの。バン。なんてちょっと聞いてて、これこの若鶏ガーリックペッパー焼き用って書いてありますね。鶏肉こちらの方を焼いていきます。288円です。では安いな。ではあの調理の方、はい、太郎さん、太郎さん、ジュニア、ジュニア、手が汚れるで。なあ、分かった。おお、こんなあれ全て撮影からあれからやるなかよ。今日の動画のあれの取り分俺8対1対1やねん。いや、いい、別にいいからだね。やっぱトップ10からいうのと違う。8対1対1え、タルタル、どうもまま大丈夫、今日いかんかな。寒いでんの、うん、太郎さんは、うん、だから2時間2時間でいい。今撮ってるで、撮ってるでお前の声入ってるでな。あれ、お肉。それでは、肉、豆乳。豆乳っていうか、これ。おぉ、ジュッてたね。これフライパンも捨てる予定のフライパンやったね。これ、キャンプ用やで、キャンプ用。キャンプ用の。ほら、これ何もかけなくてもいいな。え、おや、まあ味付けしてあるで。なんか火力が弱いな。そんなことないから、ジャーッてやらばんの。大丈夫や、知らんけど、もうジャーッとの言ってほしいとこだけど、ゆっくりじわじわ一気に入れすぎたんかもしれない。え、まあ、ほら一気に入れすぎて温度が下がってる。おや、おや、これは今またのなんか盛り上がってくるかも。地味な動画になっておりますね。まあ全体的に三兄弟次郎の動画が地味やの。まあ、あの弁当で言うとの、あの黄ばんでる弁当って感じか。意味があるから。あのほら、弁当を持っていくと華やかさがない弁当ってあるの。茶色いばっか、あの唐揚げばっかとか、揚げ物ばっかとか、まあそのようにメインばっかではございますが。えコーラ、あコーラ飲むよし、のスーパーで買ってきたコーラ。嫁がこのコーラにしろ。どれ嫁。嫁、あんたの嫁。ああ嫁か、はい、嫁で先生、先生絶対言うと思った。もういい感じ。このペッパーがどう、俺の状態兄さん、これ多分、ね、これ二切れでの、うん、腹いっぱいになるってか、茶碗の飯いっぱい食える、いっぱい効率の。なんで先生なんや。え、あの学校の先生やったでか。ほら、あの養護学校の、うん、先生やった。先生っていうか補助員やった。先生やった。先生って呼ばれてた。てんてん、それてんてん、あっさみ、これもう寒いっていう、やめ上がりやで。この3人実はやみ上がりでございます。やみ上がりてない。もう病気した後、直後的な、うん、治ってすぐ、うん、まあまあコロナウイルスではないんですけど、あの通常の風邪ということでお願いします。まだあの福井は現時点ではね、感染者が出てないようで。分からん。おや、あ、インフルエンザの検査も受けてきたぞ。俺も受けたよ。受けたけど俺は熱出たその日に行ったで、ね、うん、出んない多分インフルエンザの。あ、なんか俺も熱出たその日に行った。あ、次の日や俺行った。おや、で次の日にまた熱が下がらんとか高熱出たら、うん、怪しいと思ったら切ってくれって言われて、まあ、全然ほらなんか薬で
なんか熱下げるやつあるな、おろし用やったっけ、おろじ自体やったっけ、なんかオロパタジン、オロパタジン、オロパタジンか、あれ飲んだらすぐもう、その日にもう絶好調になってる。それまで 37.3度やったもん、もう37度超えたら死にそうな状態だった。これはもうちょっとの住んでるところが電車の近くで、すいません、だけどないけど、俺病院の先生に聞かれたよ、インフルエンザの人そこ周りにいますか、いやいない、ならちょっと聞きますけど、コロナの人いませんかっていう、福井でまだコロナって出ないんでいないと思うよああいやほら、ああほらほらの、コロナって断定できる人って言ったら医療機関じゃないと無理やん。いやと思うの、本人がこれコロナやわって言ってる人は分からんけど、いい感じ、まだまだやね。いや本当はのこの汁をで焼きおにぎりしようかなって、俺はの先生がまずそうって言ったじゃん、この汁はちょっと先生の言うこと聞いとかんだろ、ジュニアっていうのは言いづらいんだけど、中身ちんかさんやばそんなこと言うなよ、なんかもう聞こえた総理大臣の好きでいいあー親の総理大臣とかプレジデントとか、いやこういう類いやと、こういう類いや、顔が早いもん、なんかここやったらあれで微妙な線のがいいの、もう主任級言うとくか、一応一歩丸でいいんですよ一歩丸米の名前これはみんな米の名前、あ、あったあった、ほらあの YouTube の、寿司ボーイズってあるな、あのあれハウステンボスやったりして、あのお笑いコンビのトータルテンボスの寿司ボーイズで、ね、日本のなんかこういうほら外国から見て日本って、ね、どういうイメージかっていうと寿司とかやあとそういう富士山とか、こういうのを名前にしてるやん、富士山とかか、富士山っていう人が、あののもじゃもじゃ頭なんですけど、であともう一人の相方の人が天ぷらっていう、だから天ぷら日本って言ったら天ぷらやん、だからこういう感じで、あの俺らも福井屋で、トータルテンボスってあるある探検隊じゃないやろ、違うあのもじゃ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 、でかいのと小さいのか、いや小さくはないやろ、違うの、うん、もじゃもじゃの、うん、それあれやろ、小袋でないのかいやほんで、いやほんので考えると福井に住んでるやんで、ね、福井のの、越前カニと越前カニと何や、え、一応困れと、これフグ、え、フグ、フグ有名で、有名だろ、え、福井か、福井の有名なの、例のも、福井のカニ、お、カニは言って、越前カニ、ラッキョウ、ラッキョウ、ラッキョウいいの、おいラッキョウ、なんかあったな竹地君なんで、花ラッキョウまでつけて、花ラッキョウ、いいの、まんべんなくやかんと、じゃあおにぎりも食べる、明日弁当に入れるってか、いや今日の夜飯もこれちょっと食う、今日本当は夜飯、スパゲティのカルボナーラを作るっていう、あの明太パルカルボナーラって、新聞に書いてあったの、福井新聞、これを作る動画を作ろうと思って、簡単に、俺も甘酒にはまってるで、甘酒作る動画撮るんやって今、本当、いいよ、甘酒も酒のカスばっか、今日買った朝酒のカス 3.5 キロ届いて、なんで買ったの、買うって酒のカスバンバン買ってる、本当
昨日も買うたし、今日も買うたし。俺も前は近所の振る舞い鍋が甘酒やった時は、うん、でっけえ鍋に2つ作ったけども、うん、一つもなくならなかった本当にこう一手うまいのにこうで、お弁当したり焼いて食べたりする。めちゃくちゃ流行ってるの。いや、知らん、酒の数流行ってるの、うん、なんか美容とか。ほんだ酒の数を使ったなんかを作る、なんかプリンとかパンとかあるらしいの、うん、俺はこれだよ、あんた好きだよ。俺も好きです、うん、じゃあなんかね、なんかまあ分かる、うん、どう、好きじゃやもん、どう、学園都市に住んでる YouTuber としては学園都市、ああほやどうだ、兄ちゃんね、だ犬の動画持ってきたやろ、持ってきてんじゃん、パソコンの中に入ってるんですか。あの安いアクションカメラでも綺麗に撮れるの、画質はどう、さっきのブレブレやの、おや持ち歩くと、もうだからこういう、うん、こういうの固定しとかだね。これあれやろ、これ GoPro5 あれ8は8だって、ここへ焼肉クソだったりじゃないですよ。いや、もう GoPro5 は売ろうと思ってんけど、うん、裏とくだって必要やで。あ、ことかい兄ちゃんの三軸のやつを、うん、くれるんか、あげるか。ええ、あれアクションカメラでつけれるよ。おい、つけるな。え、8万8000のやつか。いや、あれ1万1000円くらい、うん、三軸あれはもうどうなだけど、昨日おとついずっとカメラ使ってたけど、慣れてきたわ、うん、え、カメラか、うん、だから三軸のやつ、あれ上げるとあれ使えてる、うん、使う、これまだ生、うん、知ってな、うん、で、しかもの、あれ今日持ってないんだけど、あれ、電池で動くんやったっけ。じゃバッテリー、あの充電式、うん、何でもいらんだよ。いや、俺もうこれとセットで売ろうと思ってたんで、2万5000円ぐらいで、うん、でももうこれもう売らん方がいいと思ってる。だからこれ使って歩いて撮らんと思う、うん、だからあれを使う時がもうないで、うん、そういうことね。 GoPro5 はちょっと上げるけど、うん、いやいや、うん、俺 GoPro7 持ってる。あったっけ。え、あるわ、うん、セブンのブラックか、あのシルバーとかはホワイトとシルバー、ブラックでないとまだ手ブレ補正とかがついてんねんけど。8は手ブレ補正ついてるの。ついてるっすよ、うん、あれすげえよ。こないだだから俺ローカルスポットのあれで撮ったけど、もう全然普通なの三軸ジンバルやったっけ、あの、うんうん、あれ使ってるような感じ。これうまい。え、持ったの、うん、なんちょびっと俺だけでいいじゃん。いいけど、ちょびっと、うん、あ、ちっちゃいの、うん、これうめえ、うん、もうビール飲んでたら最高やね。今日はもうビールは、うん、昼から取材かなんかね。お茶ですよ。え、はい、取材何続いてるの。あ、そんなゴツでいいじゃん。あれがいかんのなら取るか。いや、取らんといけど、帰ろうか。帰るぜ、寒いね。どっか、これエレ油出る、うん、ポインか、うん、いや、まだ全然これなんか、うん、ご飯、これ、うちのご飯系。おや、なんで。いや、なかなかやたらうまいです、うん、あの、釜が高いんです、うちの実は3万4000ぐらいの使ってる、うん、あの、一升だけど、うん、5号とか前炊いてた時に 5.5 号だけのやつに対して、うん、5号炊くと余裕がないの、はい、だからもう
一生のやつの前に、うん、圧力 IH の、うん、圧力ついてるやつじゃねえだろうね、うん、うまいもん、ね、普通のなんかこういうやつでは一辺圧力ついてるやつ食べたらね、うん、食べてここにいて、うん、どんな顔見えるかな、食べてここにいて、おこれの顔見えた、全然見えた、これだってもう胸郭モードで撮ってるで、うん、もうここを中心に撮ってるで、そんなモードあるの、うん、中間とか、うん、魚眼とかだからまああの撮れる範囲やね、うん、広角っていうともう、うん、結構ねワイドに撮るけど画面がの物体が小さくなるで、うん、あかんねん、もういいや、いや、あ、いっぺんなんかでけえのこれ割って食ってみる、これはいいよ、もうついで、もういいわ、もういいわ、もういいわ、違うよ、うん、なそれぞれ皆さん食べて感想言おう、もう俺これ自分が割り割りしたやつをで、もうちょっとじゃん、うん、やばくなんちゃらペッパーガーリックペッパー、うまい、美味しい、ビール飲みてえのこれ、うん、油はな、うまい、あ、いや、どうする、置いといてやっと、え、残り買いやすいどうするってどうする、あ、買いじゃん、組み替えたの、おう、いや、あそこで買える、あそこで買える、大丈夫だよ、うん、あそこで買えるで、ちょっと待って、あ、いいいいいい、で持ってくれたら持ってこうかなと思ってたよ、いや、いい、あそこで買えて、軽乗車行って、あそこで買って、軽乗車に乗って持ってくれ、うん、もう、空気圧も見たんです、うん、よし、な、このガーリックペーパー、ペーパー若鶏、美味しくいただいてます、いただいてます、美味しい、大成功、うん、大成功っていうか、もうあれやの、もう失敗しようがないの、このやの、ただ焼く、うん、失敗するとしたら、あ、これちょっとお金が抜く、いや、いいって、もうこれ、大丈夫やで、大丈夫って、リバースするね、あ、じゃあ、うん、じゃあ別にだった、うん、リバース男あ、もうちょっと待ってくれまだ違ってあれ締めなあかんで、ほらちょうど電車来てんだもん、ガーリックペッパー、ガーリックペッパー若鶏やの、うん、いただきました、大成功ということで、ではまた。